このアパートに住んでからもう10年。18歳の時に上京した私は、大学の4年間、そして就職してからの6年間をここで過ごしてきました。しかし、先日海外への転勤が決まり、このアパートを引き払うことになったんです。転勤まで2週間と迫り、私はようやく引っ越しの準備を始めました。ここに住んでからというもの、まともに掃除をしたことがなかったので、押し入れの奥からはガラクタとともに、いろいろと懐かしいものが出てきました。その中の一つに、使い捨てカメラがありました。いつ使ったものか思い出そうとしても思い出せません。それにしても使い捨てカメラなんていつぶりだろうとまじまじと見ていると、カメラにフィルムが一枚残っているのに気づきました。せっかくの思い出です。私は残っていた一枚で10年暮らした部屋を撮って現像に回しました。次の日現像した写真を見てみると、そこにはある観光地ではしゃぐ私と友人たちがいました。懐かしい。もうかれこれ10年前。それは大学生になって初めて男友達だけで行った旅の写真でした。私は荷造りもそっちのけで当時の思い出に浸りました。しかし当時の記憶が蘇るほど思い出せないことが一つ。それは私たちと一緒に写っている赤いワンピースの女の子。確か男友達だけで行ったはずだし。しかしどの写真を見てもその子は私の隣にいました。しかもみんなが笑顔なのに彼女だけは笑っていないんです。さらに気になることがありました。旅行は何泊かしたので私と友達の服装は変わっているのに、その子はずっと同じワンピース。やっぱりこの子は私の知り合いじゃない。そう確信すると背筋に悪寒のようなものが走りました。そして最後の一枚、昨日部屋で撮った写真です。恐る恐る写真を見ると、そこにはにやりと笑うワンピースの女の子の姿が。どうやら私は10年間も得体の知れない彼女と一つ屋根の下暮らしていたようです。チャンネルへのご登録をお願いします。